チャールズ・ターラによるメゾチンと、1806年出版。第二代アンズリー伯爵、リチャード・アンズリーはアイルランド王国出身の政治家、貴族。初代グレローリー子爵、ウィリアム・アンズリーとアンベレス・フォードの息子として1745年4月14日に生まれた。1770年にダブリンで法廷弁護士の資格を取得した。 1776年から1783年まで、コルレーン選挙区の1783年から1790年まで、セントカニス選挙区の1790年から1797年まで、ニュータウナーズ選挙区の代表としてアイルランド、庶民議員を務めた。1797年の選挙では、ブレッシントン選挙区とフォア選挙区の両方で当選し、 ブレッシントン選挙区の代表として議員を務めることを選択した。1800年に黒原選挙区とミドルトン選挙区の両方で当選したが、後にミドルトン選挙区での当選無効が宣言された。さらに同年にアルスター復帰不動産管理官に任命される形で議員を辞任した。議員を務める傍ら、1783年にダウン県長官を 1786年から1795年までアイルランド関税長官を、1795年から1810年までアイルランド物品税長官を務め、1802年から1806年までアイルランド関税長官を再任した。また、1798年にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1802年12月19日に兄にあたる、 初代アンズリー伯爵、フランシス・チャールズ・アンズリーが死去すると、アンズリー伯爵位を継承した。1824年11月9日にクロンターフで死去、16日にダウン県キルメガンで埋葬された。息子、ウィリアム・リチャードが爵位を継承した。1771年9月25日、アン・ランバートと結婚、4、男を設けた。ありがとうございます。